単調な生活を繰り返すだけ、そんな毎日もいいさ。自由との約束もキャンセルして、部屋で泣いたを見よう。あの子が出て行ったのはもう3ヶ月前、淡い思い出だけをこの紙に残して、涙もない言葉も出ない、開けない結末。あれほど燃え上がってた2人はそんな、最近じゃグラマーが恋目っぽいわ、男ってこんなもんさ。新人のマリちゃんに言い寄ってもまるで手応えがない。不景気の煽り受けて社内飲むのは緊迫してるからも一人歩いてる。上司に愚痴言われるうちは花だって言うから、いっそ彼に先ほっこりおくと思うよ。また日が暮れる。